やっと江戸にたどり着いた秋太郎。キッチン宿に泊まり、それとなく大江戸一と言われてる神田一家を偵察することにした。大きな構えだが、侠客の匂いがしない。何やら消化の感じすらしている。荷車の出入りも激しい。祭りなどの露天商もやっているのだろう。が、中から出てくる数人の若者がいる。腰にはドスを刺さず実手をぶち込んでいる。二足のわらじを履く卑劣な輩だと秋太郎は思った。長時間見張ってはいたものの、あの憎き辰五郎の姿は見つからなかった。夕方になり、また明日も見張るつもりでキッチン宿に戻った。すると実手を持った神田一家の若い衆が五六人待ち構えていたのだ。秋太郎が辰五郎をつけ狙ってるというのがバレるにしては早すぎる。名はビンゴの秋太郎さんですね。うちの一家にわらじを脱いでくだされゃいいもの。まあ男願いてんで。何の詮議があって実手をちらつかせるんだい。ああこれはどうも。いやね、親分がどうしても秋太郎さんを連れてこいって強い命令を受けておりやす。それでお迎えに来やした。俺を引っ張ってまたお祭りに消してしまうってのかい。てめえたちのやること下道にも等しいぜ。よし、ならその神田っていう親分に会ってやら案内しな。ほれ、名をかけねえのかい。それには及びません。この若い衆の丁重な扱いには違和感を覚えながらキッチン宿を出た。大層な家の構えだ。これまた奥行きが深い。右往左往している者たちの人数からにして相当の規模の国ということには理解できた。ズズンと奥に連れ込まれていく。ここです。うちの親分がお待ちしています。そう言うと実手持ちの連中はさっと身を消していった。えい、ママよ。と秋太郎はその襖を開けた。部屋の中には若い男が一人こちらを見て笑顔を浮かべている。どうもん狐につままれた感じだ。さぞ秋太郎さん、遠慮しねえでずんと奥に入ってください。おやぷん、ここの
親分ってのはおめえさんかい？神田五一です。お久しぶりです。お久しぶりって、はよくよく見てもその面は見た覚えもねえし、神田なんとかってのも知らねえよ。それより何より、ここの身内っていう実手持ちの辰五郎ってのに遺恨があるんだい。三陸の出前で覚えのねえ罪で踏んじまり、すまきにされて大川に投げ込まれたんだい。この恨み、男一匹命に代えても晴らす存念で江戸へ乗り込んできたんだよ。かなわぬまでも人たち浴びせて、が敵中のど真ん中に入れられたんじゃ、これは八つ咲き覚悟の切り死にしかねえようだな。しかし腑に落ちねえ。あんた二人きりにして小文書はどうしたい？芥太郎さん、怒りはごもっともでございます。その辰五郎、芥太郎さんが江戸に入るっていう話を聞き、突然に姿を消してしまいました。まあ見つけ出すまでには、あ、そんなに時はかかりますね。そう言うや、神田五一は下座に身を移し土下座した。芥太郎さん、三陸街道から以後ずっと逐一把握しておりやした。それは実手取り縄の目的じゃなく、私の命の恩人だからですよ。お忘れも無理もねえことはもう10年も前の話ですから。一体どういうことだい？まず私の話を聞いてください。私はこの神田一家の三男坊として生まれました。しかし親父の茂蔵は一人ぐらい堅気に育てたいと思い立ち、子宝に恵まれない親類筋の呉服屋の神田屋に私を譲り渡したのです。何も知らない私は商いの道をまっしぐらでした。私が15の時でした。突然に大きな出入りがあり、親の茂蔵、そして兄の二人は切り倒され、この神田一家は消滅寸前。そこに血筋の縁でしょう、私が担ぎ出されたのですよ。この神田一家にその時が確か14でした。あのな、神田の親分さん、そんな関係ねえ話聞いたくもねえ、言って俺はどうしようってんだい。まあ芥太郎さん、続きを聞いてください。担ぎ込まれたこの神田一家、古文集の命が家の喧嘩でなんとか組は守りきったが、こんな若造に何ができる。そこで親分教育が始まったのですよ。縁のある関東一円の親分衆への顔合わせの旅、その時に出くわしたのが大鳥川の喧嘩だした。
ああ、思い出した。あれはひでえ喧嘩だったな。俺も切られ切り傷で1ヶ月は寝込んだぜ。秋太郎さん、その時に小僧を一人助けた覚えはないですか？ああ、そういや、若造が逃げ回ってるのに切り込んでるやつを、その相手を切り倒したな。秋太郎さん、その若造がこの私なんですよ。サイは飲み込めた。若親分五一も秋太郎下絵も他の扱いである。が秋太郎の江戸入りの目的は、すまきにして殺そうとした辰五郎への恨み返しだ。熱きもてなしの神田一家にそうそう遊びほうけているわけにもいかなかった。神田の親分、そろそろおいとまいたしやす。天国のような毎日でした。しかし教場持ちの一匹ガラス、そろそろ尻の端がかゆくなってきやした。気ままな旅への許しをお願い申しやすで。わかりました。いずれ旅立つ秋太郎さんで、どちらの方へ？俺の仇辰五郎探しての旅になるでしょうね。まあ気長に東海道から北への旅となりやしょう。秋太郎さん、信州信濃地に私の義兄弟がいる。昨年までここで私を助けてくれていたのだけれど、急に親が亡くなり後を継いだものの、苦労してるって客が来た。できれば助っ人を頼みたいんだけど。ヤクザの本音が出ましたね。まあ勘弁してください。こっちは恨み話の旅でござんすから。五一はポンと秋太郎の目の前に百両の包みを置いた。これをその兄弟に渡してほしいのです。そしてまた百両の包みを置いた。これは秋太郎さんの旅路の金です。秋太郎はぐっと五一を睨んでみた。その頑固よりもさらに強く睨み返す。大江戸一の若親分神田五一の鋭い目が秋太郎を威圧した。Thank you.
バカな気になれ、バカな気になれ、一気